中部日本自動車学校あるのかないのか、あるに決まってるだろう、その車走っとるがやつって言われそうですけど、やはり現地現物確認しないと納得に言えない私ですので、はい、高齢者講習、私も高齢者講習いつか受けなかったな、何歳からですかね、今んとこまだいいと思うけど、さあなんか坂道きついね、バッテリー容量が少ないというか、なんか自転車重たく感じるんだけど、はい、あるのかないのか、中部日本自動車学校株式会社トヨタ名古屋教育センター、あるのかないのか。ありました、建屋変わってますよね。あ、もうね、だって卒業したらこんなの来おへんでしょ、自動車学校なんて。こっち側が今本館になってます。こんな状況、かつての本館はどっちだったっけ、私もあんまりはっきり覚えてないんだけど、どっちだった、こっちだ、こっちが本館だったっけ、これね、こっちだった、あれこっちだったっけ、全然覚えもう私もね、はい、ここの卒業生ですけど何でかったらここ出とくと楽でいいよって言われたからね、ここ試験厳しいから運転うまなるよって言われたんで、ここに通ってました。ちょっとかつてね、二輪、私二輪ここで通ったんだけど、二輪そこにあったよね、二輪のコース、二輪のコースそこだったけど、二輪じゃなくなっとる、あ、原付がなんか置いてあって、原付コースやってるのか、あ、やっぱり二輪か、あ、二輪置いてあるわ、二輪のコース、こっちね、あ、左側も二輪だな、 ここも二輪だったような気がするけど、左側も案外二輪おるな人、こっち側が二輪になっとる、あれ VF か、なんだ、あ、違うの、4発だな、普通の、結構ね、おるね、意外とパッと見なんかそんなおっさんってばっかじゃないな、パッと見ね、あ、でも おじさんだわそんな若い人はそう取れへんわね、こんな大型も、あれでも VF?VFR なんか知らんけど、 V 型のやつだよね、まあ乗りやすいでいいよね、あそこら辺のは、あ、やっぱおじさんだったわ、まあでも大型ね、いいと思うけどね、もう私自転車でいいわもうオートバイなかなか乗ることないな、でもスクーターとかだったら乗ってもいいかなと思います、別にね、ただあの結局車と同等と思われるでしょ、当然自転車以上に、自転車ならまだね見逃しはあるかもしれんけど、やっぱ怖いよね、世知辛い道路交通の中でオートバイ乗るっていうのはね、はい、ここが今本館です、こっちです、ということで中部日本自動車学校は健在でした、あるのかないのかって出したらなんか物議を醸しそうだまあいいか、それはそれで、私はね、何先生だった、河村先生だった、いい先生がおったよね、あのきっちり教えてくれてね、お世話になりまして、もう40年前だから、でその人もう生きとれへんと思うけどね、いい年だったで、ご存命でしたらその説はお世話になりましたって、端的に言うと、あ、でもご存命かもしれんな、うん、まあまあいいや、何でもいいけどはい、ここの道を下りまして、じゃあ日頃通らないですね、こっちから行きます、はい、じゃあまあね、日頃全く絶対自転車では通らないところを通っていきます、バッテリー残量がやばいな、 8% なんでした、家帰れへんな、こんな、はい、ということで国道153号線もう今バイパスと言わないですよね、多分こっちがもうメインになっちゃってるから、まあいわくつきの、いわくつきというのはそこはなんで右コーナーになってるかって、要はね、まっすぐ抜けなかったらからって話ですよね、パッと見やっぱ抜けれそうなね、用地があったりね、ありますけどね、まっすぐただね抜いてもね、じゃあどうやってその先って展開していくのっていう、広い道路につながないよね、だから混むよね、その先でね、ただ矢事から塩釜口の渋滞は間違いなくなくなっとったね、ここ抜いとったら、まあただこの道路計画もうなくなったはずなんで、もうね、もうないと思いますけどね、さあごちゃごちゃ言いながら、日頃絶対通らない、私は自転車では通りませんし、車でも通らんな、ここは国道153号線走行しております、もう山しかないがやと、はい、ありません、山しかありませんそういうとこです、結構ねこれなんかアシスト効いてないんじゃないかな、もう残量が今 8% ですけどね、すごい重たい、もうこれちょっとセーブしとるな、絶対 8% 残っとるくせになんかあんまり効いとらん感じがするけど、フルパワーにしてるし、ちなみにちょっと下げていってみましょうか、エコにするとどうなる、エコにした、なんか全然変わらんの、上げていっても、当霊園関係者への立ち入り禁止、ここは神仏の聖地です、ゴルフ、芝、木を打ち散らす、犬の散歩、糞尿を撒き散らす、その他迷惑行為はおやめください、発見時は警察に通報します、だそうです、はい、これヤゴトレーンじゃないんだね、ここはね、あ、これ絶対パワーセーブしとるな、アシスト効いとれへんね、ろくに、大変偉いですしまったな、これこういう特性ありか、もう 10% 切るとあんまりアシストしてくれんことがよく分かった、ということで残り 7% になりまして、仕方ないので今は最も低いローギアで走っております、あんまりアシストがされておりません、力強さは全く感じません、
で全くもってここはあのお店も何もありません。もう単なる通過路でしかないので、車がすごい勢いで抜けていっております。本当に昔はね、ここは完全に山の中でしたんでね、山切り開いて作っちゃったんで、まあその時の写真は何枚かありますので、またご紹介しながら動画でご紹介したいなとは思っておりますが、さあ遠くですね、遥か遠くにさなぎ山の峰々が見えてきました。ああよかった、一応坂道を登り切りまして、今残量 6%、 なんとか家帰れるかな、どうかな、まだだいぶありますけどね。まああとはそんな登り坂がないと確信し今下りに入りまして、もうここからはスイッチオフ。ああよかった、生き返った、下り坂で、あとはここもひたすら下るだけですね。ちょうどねここもご多分に漏れず、ちょうど新緑の時期でございますので、非常に緑が美しくていい感じですね。いやはやなかなかにして森が深いので、奥はどうなってるかよく分かりませんが、このね坂道をゆっくりこう下っていくのが気分がいいですね。車が多いのはちょっとたまに傷ですけど、非常にこう緑が鮮やか、目に優しい、そしてこのおそらくね何かいいものが漂ってるだろうなと、こんだけ木があるからと、まあそんな何かを吸い込みながら、一緒に排気ガスも吸い込みながら、ただ昔のことを思うとガソリン消費量減ってるし、排気ガス量も間違いなく減ってるよね。で排ガス規制も厳しくなってるから、昔思えば確実に空気はきれいになってるだろうなと思いますね。ここにねかつて廃墟がありましたけど、もう完全になくなっておりますね。ちょうどこの辺だったかな。あそうだね、柵はしてあるけど、この辺にありました。ここね廃道が一つあります。かつて自転車で無理やり走ったことありますけど完全に道路でしたね。でもここはね、この右手の奥のところにこの前ね造成しとったってどうなったかな、ちょっと気になるで見ていきますか。なんかねだいぶ家を取り壊して、あそこそこ新たな道ができとったけど、どうなっとるやつ、ちょっと気になるで見ておくか。あフラシスホームが作っとるんか。ここね家とか廃墟があったけどね、あらあらあら、もうできてるじゃん家。あーすごいわ、家できとるわ。ここねもう廃墟も木もなくなり、もうかつて何があったんかなと言わんばかりの状況になってますね。あよく見るとねこれ全部住宅メーカー違うじゃん、住宅メーカー違うわ。ほうどっかが一括して作ったわけじゃないんだ、全然違うよ。今見たら聞いたことないメーカー、聞いたことないって言ったら悪いけど、聞いたことない住宅メーカーでしたね。はあそういう風なんだ。ここにね廃墟があったりね、結構いい雰囲気がありましたけどね、もう全然開発されてガラリと変わってますね。お何あれ、シーマじゃなかった、ジャガーだった。メディケア、ヤゴトメディケア、あこういうところ世話になるようになったらもう人生